コーリー・ J ・クラウダーは、アメリカ合衆国ジョージア州ビラ、理科出身のバスケットボール選手。NBA のフェニックス・サンズに所属している。ポジションは、スモール・フォワード、または、パワー・フォワード。ジョージア州の地元の高校を卒業後、大学を数校を転々とした後に、マーケット大学に転校。2年生時に、平均17.5ポイントしたところで、アーリーエントリーを表明。 2012年の NBA ドラフトでは、クリーブランドキャバリアーズから34位で指名された。後、交渉権が、ダラスマーベリックスに移り、NBA 入り。マーベリックスでは、ストッパー役として、出場機会を得た。2017年のクラウダー2014年12月19日、レージョンロンド絡みの大型トレードで、ボストンセルティックスに移籍。 セルティックス加入後は出場時間も増え2年ぶりのプレイオフ出場に貢献したが1回戦のクリーブランドキャバリアーズ戦の第4戦で JR スミスに肘打ちを顔面に受け転倒した際に左膝の全十字人体損傷の重傷を負った2015年7月1日セルティックスと5年3500万ドルで契約を延長した2017年8月20日 カイリー・アービング・ハラミの大型トレードで、クリーブランド・キャバリアーズに移籍した。キャバリアーズでは先発出場を続けるも、パワーフォワードのレブロン・ジェームズがいる中で目立った、活躍を見せられなかった。2018年2月8日、キャバリアーズ・サクラメント・キングスの絡んだ三角トレードで、ユタ・ジャズに移籍した。ジャズでは途中出場ながら、 平均11.8得点3.8リバウンド1.5アシスト0.9スティールの成績を残した。プレーオフでは、リッキー・ルビオの離脱もあり2試合で先発起用されるなど、11試合平均29.4分で10.0得点5.1リバウンド1.7アシスト1.4スティールを記録した。2018から19シーズン、2019年1月1日の フロントラプターズ戦で自身初の1試合30得点を記録した。2019年7月6日、マイク・コンリーとのトレードで、カイル・コーバー、グレーソン・アレンナと共にメンフィス・グリーズリーズへ移籍した。10月27日のブルックリン・ネッツ戦では、第4球に逆転ブザービーターを決めチームを勝利に導いた。2020年2月6日、3チーム間のトレードで、アンドレイ・イグダーラ、 ソロモンヒルと共にマイアミヒートへ移籍した。プレーオフでは全試合で先発出場しチームの NBA ファイナル進出に貢献した。オフに FA となった。2020年11月21日にフェニックスサンズと3年3000万ドルで契約した。2020から21シーズンは自身2年連続となる NBA ファイナル進出を果たしたがミルウォーキーバックスに敗れ。 優勝はならなかった。粘り強いディフェンスが持ち味で、チームディフェンスのようとなることが多いコーディフェンダー。セルティックス加入後は、先発に定着し、シューティング能力が開花。3ポイントショットの安定性が増し2016から17、シーズンでは157本を決め、3&D プレイヤーとして存在感を増している。父のコーリー・クラウダーは、 身長196センチメートルのバスケットボール選手で主にヨーロッパ各国で出場していたが短期間ながらユタジャズやサンアントニオスパーズに所属した経験を持つ。ありがとうございます。